成績になりました羽生結弦選手です。羽生のインタビューです。お疲れ様でした。ありがとうございました。万全の体調ではない中で迎えた今大会でしたが、ショートそして今日のフリーと終えていかがでしたか？いやもう悔しいです。本当悔しいです。皆さんにこういう演技を見せてしまって本当に申し訳ないなって思ってました。はい、すいません、もう一回言います。すいません。いや本当に最終的にはこうやって万全の体制ではないという言葉が言い訳になってしまったことがものすごく悔しいですし、実際に演技を見ている中で皆さん思ったと思うんですけれども、怪我の影響で練習できなかったんじゃないかっていうのをまず心配されたと思うんですけれども、これは本当に怪我の影響じゃなくて本当に僕の今の実力だなっていうふうに思ってます。今大会は、前回の大会から受けた支えを無駄にしたくない、ファイナルにつなげたいという思いで滑ったというふうに伺いましたけれども、ファイナルにもつなげました。そうですね。ありがとうございました。はっきり言って非常にびっくりしてますし、本当に中国での試合が本当に無駄にならなかったなというふうに思ってます。たっぷりと休養を持って次の大会に臨んでください。お疲れ様でした。ありがとうございました。またお願いをよろしくお願いします。